イビー下恵まれた野郎だこの野郎と思って俺はすげえムカついてたマッチはかっこいいね、はい、かっこいいですよ、まあ、僕の秘密の宝物が多いからいやいやもうテリー氏の車の話始まりました、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりだよね。そうですね。今回は何なの一体。今回は、ねね、今回はすごいんですよ。実は何がすごい、はい、車業界で今最も注目されている方にお越しいただいております、うん、来ますかついに。そうですよ、はい、よろしいですか、呼びしちゃって。呼んでください、はい、この方です。どうぞ。出たこんにちは。こんにちは。マッチじゃないですか。そうですよ、マッチさん。じゃあ早速ですね、はい、スニーカーブルース歌ってください。ベイビーやってくれるんだ。もうね、さっきから僕はもう打ち合わせしましたから絶対歌ってるからなって。そうなんですね。いや、高蔵さんはですね、芸能活動もさることながら、うん、約40年間レース活動を展開なさってるんですよね。そうだよね、はい、偉いよね。そして今年からですね、うん、JRP、うん、日本レースプロモーションの会長に最年少で就任されまして、今も車業界、レース業界で最も注目を集める方なんですよ。待って、何ですかこの日本レースね、プロモーション。よくわかんないです。JRP って言って日本のモータースポーツの総括してる会社。うん、はい、でそんな近藤さんをお迎えして、はい、今回はこれまでの近藤さんと車の関係性をギュッと深掘りしていきたいと思っております。俺、ね、だって一番初め知ってるもん、うん、1980年代難波さんが、難波社長ね、うん、あ、そう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 、難波さんが連れてきたのニスモのね、あ、うん、いきなり先生が星野和義だよ。うわ、ね、めちゃ恵まれた野郎だこの野郎と思って俺はすげえムカついてたの俺でさえ、ね、星野一義なんかに教わるのに金払って教わってるのにただで教わる、まあ、マッチですか、しょうがないですか。あんましょうがないよね。それはそうマッチですか、ね、はい、じゃあ題して近藤雅彦、はいはい、車列伝を今日はお送りしたいと思います。お願いします。車の運転もごわっと見たら時代で、うん、はい、よく許可してくれましたね。そうですね、今、うん、テリスさんの言った通りにまず免許証を取らせてもらえることが奇跡なんですよ、うん、あ、最近はもうね平気で取らせてくれるようになりましたけど、うんうんうん、僕らの時代はまず免許証を取るっていうのはもう、ね、リスクがあるじゃないですか。そうだよね。だからそこからなんとかこううまく壁を一つ乗り越えて、でコマーシャルやったんで、僕はその当時やっぱり若いから、うん、マーチじゃないんじゃないっていう気持ちがすごいあったっけ、うん、マッチのマーチはちょっとっていうのあって、でもまあ可愛いじゃないですか、まあ日産のまあ宣伝とか広報の方がどうかこの近藤雅彦をマーチで使おうと思ったらしくて、マーチを改造したレーシングカーを作ってくれたの。それをプレゼントするからコマーシャルに出ろと、贈呈式が富士スピードウェイの星野さんの横でやってもらったんです。恵まれた男だね。本当に。そう、それで星野さんが、まあ、週末にレースをよくやってるから、うん、時間があったら見に来ないって言われて、うん、それでちょっと通うようになって、うん、それでハマっちゃった感じですかね。そうするとね、それこそ一緒に走る、まあね、レーサーの皆さんが、うん、なんだあいつお前アイドルのくせにって、なんかねそういう目でなんか邪魔されたり、うん、そうですね、そういうことってなかったの。結構マイナスからのスタートだったかもしれない、うん、逆にね、ひがみがね、そう、マッチが何なんだよっていうところから、まあ、すごいあるよね、ひがみは逆にね、恵まれてるからさ、一番ひがんでたのこの人だ。あそのレースやってるやつらからすると、はい、芸能人なんか来やがって、そうそう、でその教えてるのが星野一義だ、うん、でバックについてるのはニスモの難波だみたいな、うん、面白くないわけよ、俺。そりゃそうだよね。貧乏人からしてみたら、泣けんなよみたいな。そういうのはあったよね。あるよね。あるある。でもそこでさ、うん、めげないでやったって。それはね、過去にね、やっぱりそこにめげて、というかもう嫌気がさしちゃって、うん、いなくなってしまってる芸能界の先輩たちがいっぱいいたんですよ。うん、そうなんだ。だからそこで僕はそういうふうに思われたくないっていう気持ちだけで、うん、しがみついて、何を言われるとやってました。うん、いやだけど俺らからすると、レース屋からすると、あ、こいつは芸能人じゃない。おい、だんだん認めてきた。それまでの芸能人って土曜日の予選走って日曜日の決勝やって走ってくる。でもマッチは水曜から来て練習してるの、水木金土日。だからそれから俺らレース屋は、
あ、こいつは芸能人じゃないな、サーキットに入ったらこいつはレーシングドライバーだ、だってテストの時からずっと来てるからね、これをやるからレースやらせてくれみたいな効果が、それは ありました。2000年にね、ご自身のチームである近藤レーシングを設立されるわけですけど、チーム監督兼チーム経営者として新たな活動を開始されたということですよね。車をね、走らせるのとこういうなんかね、会社持ってさ、今度ね、トップになるって、いや全然違います。違う才能じゃないですか。違います。よくなんかできましたね。最初の頃はやっぱりマッチのチームなんで、ああマッチのチームねみたいな感じだったから、そこはなかなかいい人が集まってこなかったですね。あ、そんなもんなんですか。やっぱり俺たち本気で勝負してんだからみたいな、芸能人マッチっていう偏見はまだあったんだ。なるほど。はい、で今回ですね、そんなガレージの様子を番組でもおなじみのあの方にレポートしてきてもらいましたので、ご覧ください。どうもテリーさん、土屋さん、竹岡さん、ご自宅よろしくお願いします。今回なんと近藤レーシングさんのですね、ガレージに全く心がないよね。こういう日ロケやってたんですよ。なぜかというと、明日から富士スピードウェイで、スーパーフォーミュラがある日にロケしちゃダメです。本当はダメです、本当にダメです。でも今回特別にという形で、ロケさせてもらえるんで、ちょっと早速お邪魔したいと思います。近藤雅彦さん、そして近藤雅彦会長、そして近藤雅彦監督でございます。よろしくお願いします。一番今しっくりくる言われ方どうですか。会長監督マッチ、マッチですね。そりゃそうだよね。そりゃそうだ、マッチで。そりゃそうだ。前日にありがとうございます、スーパーフォーミュラの。ちょっとね、もう大きいマシン全部、サーキット行っちゃってないんですけど、まあ、僕の秘密の宝物が置いてあって、いやいや、もうご覧になりますか。いいですか、行きましょう。すいません、よろしくお願いします。今日ね、向こう側がスーパーフォーミュラの、エリアなんだけど、そうですね、あっちにはもういない、もう全部スピードウェイ行っちゃってて、でこっちは GT500 が今メンテナンスされてるやつが、あ、うお、ダメなのかな、開けちゃダメ、開けちゃダメですかね、今日はね、もしかしたら。あ、うわ、ダメダメ、うわ、いいんですか。すいません。これ、ちょっと待って、ちょっとダメよ、まあ、これ中はダメだよな、さすがにな、中も大丈夫なの。普通にしない。いや、うわ、普通にしないですね。じゃあちょっと助手席はもう全部ちょっと、モザイクで。運転席側は平気ですけど、助手席はちょっと戦闘機になってますね。いや、本当そうですよね。運転席はみんな一緒なの。まあそれこそ本当にレーサーとしていらっしゃったから分かるんですね。助手席はやっぱりそのメーカー、メーカーの色が暑いですよね、この。まあでもこれクーラー効いてますしね。はいはいはい。最近はだからドライバー恵まれてますよ。ですよね。いや普通は皆さんいいですか、こういうところは普通映せないんです。そうそう、なんかさらっと近藤さんだから映せるだろうみたいな感じで思ってますけど、いや本当映せないんです、マジで。今回はこうやって今組み上がってる分、そう映しちゃいけない部分はもう全部隠してあるんで。ですよね。大丈夫です、はい、よかった。本当に映しちゃいけない部分、向こうが宝物だね。見てください。いいですか。いいんですか。いいですよ。いいんですか。いいの。これです。うわ、じゃん、うわ、これすごい。これはちょっとちょっとちょっとディすごいですよ、はい、これ今、上はアウディのクワトロ。こちらが近藤雅彦さんの宝物。あ、アルファだ。今では入手困難なクラシックカー、テッサとディノ。うわ、ちょっとじゃあ一番、これはクワトロですね、アウディ。はい、今このアウディのマークが横に入ってるマシンなんてね、車なんてないんで、すごいな。そしてもう一台でした、ディーノですね。はい、これもすごいですね。もうこれもでも20年近く前に買ったディーノです、ね、ミレミリアミレミリア出てたやつなんで、ね、出たやつですよね、で ルールが変わっちゃって、そうなんですよ、ルール変わっちゃってこの時代の車は出れなくなっちゃった。そうですよね。もうちょっと古い車のじゃなきゃエントリーできませんよって言って、はい、買ったのが、はい、このアルファローメオですね。これね、これ多分これ坂井正樹さんから、坂井さんから買いました。坂井さんのこれ見てて可愛くて欲しくてって言ったら、ちょうど坂井さんも買い替えの時期だったんで、じゃあいいよ、お前にだったら譲るわって言って、それで買わせていただいた。そしてこれが白で、珍しい、はい、これがいくらの多分交差点でこれが出てきたんですよ、はい、後ろで見て、うわすごいなと思ってもういつか買いたいと思って、はい、それでコーンズ行って、
でお願いして、うん、で白で中赤でって言って買ったのもこれももうね、30年近く前ですね。もっと前かな。そうだね。あの唯一の僕の趣味なんで。いやいや本当にもこれはすごい。その中でここをやっぱり建てたという意味合いっていうのはご自身、普通引退してから建ててもいいのかなという気もしたんですよ。その辺というのはやっぱり先輩たちのチームを見てて、はい、やっぱり御殿場の富士スピードウェイの近所にガレージを建てるっていうのは、はい、やっぱり日本のトップチームの証だったんですよ、うん、その頃、うんうんはい、だからやっぱりそうなるには、うん、もうとにかく富士スピードウェイのチーム、うんうん、サーキットの近くにガレージ建てたいと思って、うん、いやその時というのは、はい、もちろん芸能人としての近藤雅彦さんっていう、はいはい、もちろんネームバリューありながら、はいはい、レース界ではまだまだ、ね、こう自分の中ではっていうのもありったりして、はいはい、資金繰りというところも含めてこの辺というのはすごく苦労されたんです。いや大変でしたよ。やっぱりそうですか。やっぱり大変。ただあのそうは言ってもね、はい、30代だったから、はい、まだだもしダメでもやり直しが効くと思ってたんで。なるほど、うん、あでやっぱりここ10年ぐらいかな、はい、チームもやっぱ強くなってきて、うん、でメカニックもいいメカニック集まってきて、はい、ドライバーもいいドライバー来るようになって、そうすると外から見たこの工場がね、うん、強そうに見えるんですよ。うわあの近藤のこのねシュッという大金みたいなシュッとのがね本当にいいんですよ。そうそう、やっぱそういうことですか。そう、なんかこういうふうにやっぱり、まあ、ガレージを建ててレーシングチームをまさに建てると今度師匠であった星野さんと対決する同じ場所に行けるじゃないですか。 それっていうのはなんかもう本当に近藤監督にしかわからない感情が。こんないい話はこんなバックにしたいすげえとってもいい話してでもこれは近藤監督にしか分かんない気がしてて、僕は星野さんってやっぱり僕の師匠で、はい、ずっと見てくれてるんで、はい、だからね、負け続けてる時も見てくれて、はい、うん、まあ、なかなか声もかけてくれない、はあ、で勝った時に、はい、みんなおめでとうおめでとう、マッチよかったのおめでとうねって他のチームの人が来るんですけど、はい、星野さんパッて来て辛かったなって言うんですよ。うわちょっとこれはおめでとうって来るのかなと思ったら、はい、辛かったなちょっとしびれますね。うーっとこないじゃない、うん、まあこれ裏裏、はい、ありがとうございます。これ、はい、それであの辺から富士スピードウェイに行くお客さんが、はいはい、車でこの脇の道路を通ると、はい、ここここがバンって言って、うわそうか、それでここが近藤レーシングか、ね、近藤レーシングチームって書いてるわけですね。そうですそうです。かーすげーやっぱり基本的にチームオーナーの名前が多いですよね、うん、そうですね、ええ、だから、まあ、例えばウィリアムズにしても、はい、マクラーレンにしてもそうだし、うん、だからうちは近藤って名前つけてやってるんだけど、うん、近藤っていう名前が俺から離れてってほしいんだよね。近藤雅彦から離れてってほしい、そういうふうに思われてるんですか。そうチーム名としての近藤はこう独立してほしいんですよ。まさに今のウィリアムズとかがそうですもんね。こう引き継がれていく中でもで、ええ、ウィリアムズは歴史としてあるんだけど、なんとなくそこから離れてる部分もあるという、うん、まあ、改めてこういうところでね、はい、ちょっとお話を聞かせてもらいましたけども、はい、このガレージはまさにどうですか。ご自身の中ではどういったものって感じますか。改めてこれね、僕に勝負の証ですね。うわ勝負したんでここは。はい、そしてそこからもまた勝負が続いていくってことですよね。うわこんないい、ね、ことを言って締めてもらったのに前日にだからロケやっちゃダメなんだって何回も言うけど本当にすいません会長監督改めてまたちょっと、ね、応援もさせていただきますし、はい、またレースにも行かせていただきますんで、はい、本当に今日はもうお忙しい中ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。また今日この VTR 見て、うん、マッチがかっこいいね。いやかっこいいですよ、なんで。いやなんかね、まあまああとでもう一度ね、はい、スニーカーブルース歌ってもらうんですけどベイベーいやでもね男としてなんか惚れちゃうよね。だから近藤レーシング作った時も、うん、ああ芸能人のチームだろってエンジニアもメカニックもいいのは来ないよ ね。 なるほどね。だからそっから今立て直してもう GT でも優勝できるしスーパーフォーミュラでも前走るしっていうね、だからそこまでその我慢してきたっていうのが俺はそこがすごいと思う。あとあれですね、あの置いてあるね自分のまあ好きな車も、うん、もう4台とも最高だね。てかナンバーついてるし。いやー、ね、ちょっと、ね、あれは、うん、あのナンバーついてるっていうのに意味がある、はい、乗りたいの。そうですね、年に1回か2回は乗りたいからあれナンバー、うん、ちょっと私持ち上げようっていう、ね、やらしい話していいですか。いいよ。あの D のアーディーノ今7、8000万しますよ。えだからあそこ多分ね
やらしいからやらしいやらしいもんね、もうそういう意味だ、これはすごいぞってね。テスター、テスター、うん、あれだってだから奥でしょ。しない、しない、そんなない、全部で総額、あれ奥だよ。しないです、しないです、しないです。次行きましょう、ね、はい、やらしい話になった。まあ、今年からですね、スーパーフォーミュラの主催団体、うん、JRP の新会長に最年少で就任されました、はいはい、芸能活動チームの監督経営者、そして JRP 会長と四足のわらじですよ。これあれでね、まあ、中島さんも人格者ですか、はい、その人格者の中島さんがやっぱりマッチを選んだっていうのは、うん、マッチの人柄、ええ、そうですよ、ね、あとこう人をこう、なんだろう、急進させる、ね、宝石だと思うな、俺は今までのさ、うん、今までやってきた、積み上げてきたものの証だと思うけどね、うん、あ、そうですよね。マッチになってからやってるのは、その例えば宮城県の須郷でレースがあります、はい、スーパーフォーミュラ、はい、県庁行って県知事と会って、うん、それを新聞だとかマスコミ、うん、あ、そうか、広報の、はい、そうそうそう、はい、そういうことを始めたの。客寄せパンダウェルカムだって僕は言ってるぐらい、逆にね、もうね、あえてね、こんな僕でもまあお客さんが呼べるかどうか分かんないけど、一、うん、人でも多くの人にこのレースの良さを知ってもらうには、うん、まあ、近藤がいいんじゃないかなと思っていただいたんで、まあ、ちょっと1年目なんでね、うん、今結構精力的にいろいろやってます。今後例えばプランみたいなのあるんですか、はい、うん、アジア県でトップカテゴリーのレースにしたいな、うん、なるほど、フォーミュラーの、うん、だ、日本だけじゃなくて、そのうちちょっとアジアに出てって、うん、アジアの選手だとか、はい、アジアのチームだとかも日本に来てもらって試合をしてもらえるような、ヨーロッパにはやっぱり F1 があって、アメリカにはインディーがあるんで、そういうふうに、まあ、なれ、僕が、うん、現役の頃にやりたいなと思ってます。この前土屋さん富士スピードウェイであのスーパーフォーミュラーやって、夏祭りスーパーフォーミュラーってやって、親子で来てほしいってこと で、 で子供たちがすっごいいっぱい来たの、うん、で子供たちが来るってことは、その子供たちが楽しんで帰ってもらわなきゃいけない、うんうん、花火やったりヨーヨーやったり、うん、焼きそばやったり、裏で お祭りを裏でやって、うん、でレースを見てもらって、最後花火を見てもらって帰ったら、やっぱり子供たちが来年も行きたいと、うん、だからそういうその仕込みをいっぱいやってんの今年町は、うんうん、だからそういうのがね、やっぱこうジャブのように効いてくるから、うんうん、でやっぱ子供たちに見てほしいし、アグリとも言ってんだけど、あいつすげえ頑張ってんだよっていう、えらいえらい、鈴木アグリって人褒めないからね、本当ね、自分が一番じゃん、そうそうそう、ね、もう太刀信秀で、鈴木アグリも自分が一番だから。そうな、というわけで、あの近藤真彦列でお送りしましたが、はい、改めまして、はい、テリーさん、記者さん、いかがでしたか。うん、なんか嬉しいんですよね、マッチ、やっぱこういうふうにかっこよくなって、ね、僕、う、も、ん、久しぶりにね、はい、会うんですけども、かっこよく、なんか素敵な、うん、大人になってんなって感じでしたね、うん、応援したくなるよね。いや本当それは本当そうです、うん、ちょくちょくまた出てもらってね、はい、そうです、はい、それいいね、うん、今度はですね、あの衣装着替えてもらいますからね、でこっから外から出てきてもらって、スニーカーブレスとか車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。